マレーグマは、哺乳公食肉目ククマかマレーグマ族に分類される、食肉類。本種のみでマレーグマ族を構成する。インド北東部、インドネシア、カンボジア、中華人民共和国南西部、タイ王国、バングラデシュ、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス。シンガポールでは絶滅。模式産地は、スマトラ島。 頭蓋骨前足のギ爪と同長100から 140cm、おな3から 7cm、肩高約 70cm、体重25から 65kg と熊火災消種。その小ささのために、英語ではドッグベアーと呼ばれることがある。全身は黒く光沢のある短い体毛で覆われる。そのことは、おそらく彼らが生息する低地気候のためであると考えられる。 胸部に明るいタンパク色の三日月状の模様がある。この明るい胸の模様により、サンベアーの名前を持つ。四角が発達していないため、ほとんどの食べ物は、鋭い嗅覚で見つける。小さくて、丸い耳と短い尾光部を持っており、尾光部と目の周囲には、胸の模様と同色の体毛で覆われる。舌は、約25センチメートルと長く、昆虫類を舐め取るのに使われる。 鎌型に鋭く曲がったカギ爪を持っている。毛の生えていない大きめの足裏と合わせて、おそらく木登りの手助けとなっている。地上を歩く際には内股になる内側に曲がった足も、木登りの際には威力を発揮する。以下の亜種の分類は、和前クラフトに従う。飼育下では、ナマケグマと交雑した例がある。カンボジアでは、野生の月の輪グマと交雑した例がある。 森林に生息する。夜行性で、昼間は地面からそう離れていない、低い枝の上で休息していることが多い。マレーゴメイは、バシンドニャンテングジェルで、高いところに座るのが好きなもののい、冬ごもりは行わない。食性は雑食で、トカゲ、鳥類やその卵、小型哺乳類、昆虫類、果実、ワカメやネ湯トを食べる。インドネシアゴメイは、 バーオンマズで、蜂蜜熊の胃。その強力な顎は喧嘩を割ってこじ開けることもできる。通常は直接口で食べるが、昆虫類は長い舌で絡め取って食べる。繁殖形態は、体制で、周年一度に2匹の子熊を産むことは珍しくなく、子グマの体重はおよそ280から3 4 0グラムである。 妊娠の期間はおよそ96日間だが、授乳はおよそ18ヶ月続く。子は3から4年で、生成熟し、飼育下では32年生きた記録がある。農作物を食害する害獣としての駆除や、毛皮や、漢方薬目的の乱獲等により、生息数は減少している。人に対する、凶暴性、危険性が、クマの中では一番低いため、生息地では、 ペットとして飼育されているケースもあり、特に子グマは子供の良き遊び相手ともなっている。インドネシアでは本州による人の襲撃が稀に発生しており、2017年10月3日にはスマトラとリアウ州のゴム園で所有者夫婦が本州に襲われ、妻が死亡、夫が重傷を負う事故も発生した。ありがとうございます。